デイビッド・ハンター・ヒューベルは、カナダ出身のアメリカ合衆国の神経生理学者。視覚情報の処理に関する発見で、トルステン・ウィーセルと共に1981年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。また同年、ロジャース・ペリーが、大脳半球の研究で同賞を受賞している。ヒューベルとウィーセルの実験によって、大脳皮質における、 感覚情報処理に関する知見が深まった。1959年に行った実験では、麻酔した猫の四角屋に微小電極を侵入し、眼前に置いたスクリーンに明暗のパターンを映し出した時の四角屋ニューロンのスパイク発火応答を調べた。そして、ある特定の方位の棒状刺激に対してスパイク応答を示すが別の角度に対しては発火しないことを発見した。 その後の研究では、刺激定時位置や方位に対して選択的に応じるニューロン同士が規則的なルールに従って視覚やを形成していることなどを発見し、単純な刺激が複雑な像となって現れる視覚の仕組みが明らかになった。ヒューベルとウィーセルは2つの業績によりノーベル賞を受賞した。 一つ目は1960年代から70年代にかけていった四角野に関する研究であり、もう一つは視覚からの信号がどのように大脳で処理され、形、動き、立体的な深さ、色などを検出しているかを示し、視覚神経生理学を創始したことについてである。彼らは子猫の片目を眼帯などで短時間遮蔽する。 ことによって、遮蔽されない方目が、遮蔽癌の視覚入力の分もカバーして、視覚屋に情報を送っていることを明らかにした。この研究は、弱視やある種の色盲に対する理解を深めることになった。また両眼視に必要な脳の領域を発達させることはできなかった。二人の実験によって、視覚屋は、幼少の早いうちから不可逆的に進化していくことが明らかとなった。 これらの研究は若年性の白内障や射視の治療に道を開いた。彼らはまた大脳皮質の可塑性の研究にも重大な貢献を果たした。ヒューベルは1926年にカナダのオンタリオ州ウィンザーでアメリカ人の両親の間に生まれた。1929年に一家はモントリオールに引っ越し、彼はここで少年時代を過ごした。 6歳から18歳になるまで彼はケベック州ウルトルモンのストラスコナアカデミーで学んだ。彼は次のように語っている。私はこの学校で素晴らしい教師たちに恵まれた。特にアイルランド気質を持った献身的で活発な社会科教師であるジュリア・ブラッドショーのおかげで私は読める英語を書けるようになった。彼はマギル大学で数学と物理学を学び、 ここの医学部に進学した。1954年には、ジョンズ・ホップキンス大学で働くために、アメリカ合衆国に渡ったが、徴兵され、軍の病院に勤めることになった。ここで彼は、寝た状態と起きた状態の猫の四角屋の働きを記録する実験を行った。さらに彼は、水圧式の微小動力と、漆とタングステンでできた微小金属電極を発明した。 1958年に彼は、ジョンズ・ホップキンス大学に移籍し、ウィーセルと共同で、大脳皮質の資格やの研究を始めた。1年後、彼は、ハーバード大学の教職員となった。ありがとうございます。